あ、ほんとだー、富士山だー。あ、今やったー。先出るよ。いいよ。はい、おはようございます。おはようございます。ですね、今すごいニタニタしてるんですけど、何かというとですね、今このオープニングを撮る前に、あちゃのちゃんですかって、ね、そう、声掛けいただいた方がいらっしゃって嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと嬉しくて笑顔がこぼれてます。ニタニタしてます、はい、ということで、はい、どこにやってきたかというと、どうですか、小仙峡。はい、そうなんです。今から登るところですね、はいはい、なんかね、あのロープウェイで登って、うん、で歩いて20分ぐらいでなんかパワースポットがあるっていう話。あ、そうロープウェイ登らずに最初から歩いちゃうと2時間とか3時間とかが、あ、2時間3時間登山の経験がある人じゃないとちょっと NG っていうことなので、厳しいかなっていうことなんで、まあ、うん、文明の力を最大限使いロープウェイで上まで行こうと思います。行きたいと思います。はい、時間が違う感じする。ね、気のせいかもしれない。おお、富士山。あ、本当だ。富士山だ。見えるね。雲に浮かんでる感じだね。今いる場所はここなんですけど、こちらパワースポットに行ってみたいと思います。さあ、むっちゃん、ここから20分。20分。ちょっと歩いていこう。クマ出没注意だって。で、見て。うん？あ、いい音するかと思ったら。これね、簡単にね、で、低いところではこうやって止めることもできるから。あ、ならないんだ。お気に入り。音がめっちゃ綺麗なの。いい音だね。これちなみにいただき物でございます。ありがとうございます。この絶妙なハード感なんだろうね。すごいね、これね。うん、ああ、ここちゃんと階段になってる、うん、微妙に斜めだけど、そうそうそう、先行きます。はーい、うわ、こっち見て、すごい、これさ、まださ、ちょっと緑の方が割合多いとか、うん、これ紅葉したらすごいだろうね、あの辺、うん、あの山さ、もう昔話にね。ガちゃん、これ結構割とハードじゃない？だってあそこロープがあるもんね。足が短い人でも登りやすいコースで行きたいと思います。こっちとこっち、うん、どっちが登りやすいコースなの？多分こっちの方がステップが低いから、あー、小刻みな感じでね、うん、じゃあそっちで行きましょうか。おお、かわいい子だ。はあ、ここから登り口か。今までのが登り口じゃなかったんだ、今までの時間は。よし、お、ちゃんと階段があるぞ。でもちゃんとこうやって手すりもあるから、ここの一番下の階段今動いたよ。まあそのぐらいさ、いいじゃないか。ここだって崩れてても止まんないの。ここきついかもな、むっちゃんは足が短いから。はいよ、マジロ、この丸太余計だよ。そう、見た目が、ちょっと待って、見た目が怖い。うわ、おばちゃんすごいな、その靴で行ってんのか。景色がすごくて、うん、この距離はね、私高いところ怖いんでこれ以上前に行けないっていうこの距離が今発生してますが、景色がね本当にすごい。いや、すごいよこれね。へえ、おーい、すごい。あそこに人がいるからあそこ行くんだね。あそこ行きたくない。いやいや、行こうよ。
結構グラグラするから、あんまり頼んだ方がいいかもしれない。着いたね。ここに足ついてから上がっていくと上がりやすいね。やったー登りましたね。キノコ汁を斜めにできないんだけど、これを早速いただきます。はい、あ、ちょっと山芋入ってるのかな、すごいトロッとしてる。あ、ほんと、キノコのトロッとじゃない？うん、これか。あ、うんうん、そうだね。うん、まあ、美味しい。じゃあ私もぜひぜひいただきます。あー、結構大きいキノコが。でしょ。いただきます。キノコいろんな種類が入ってるね。見ながら食べる梅干しは格別だね。のどかだね。うん、自然しかないって感じ。うん、でも富士山を見ながら、うん、ご飯食べれるなんて、うんうんうん、めったにないじゃない。うん、今うちらすごいことしてるかもね。めったにできないことしてるよ。もちろん、あの富士山普段、ね、見えるところに住まれてる方は、うんうん、それは当たり前なんだろうけど、いや、美味しいものがさらに美味しくなるよね。うん、さっきのところさ、すごかったところ、うん、あの頂上のところ、あれパワースポットっていうところじゃん。うん、パワー感じた？いや、いやただ景色がすごくて、そればっかり、うわうわすごいよ景色がっていうのばっかで、なんつうの？わかんないけど、おおおおパワーがーっていうのはないね。なそういうの疎いんだよね。むっちゃんは？パワーを感じる前に恐怖のを感じてしまってるので、高いところが怖い、手すりがない、足元滑る、まあ、強いて言うなら恐怖スポットだよね。ダメな人は本当ダメだと思う。だからさ、結構さ、年配のさ、お父ちゃんお母ちゃんがさ、ひょい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 登ってたじゃん。あれすごいと思うよ。
怖くないのみたいな。めちゃくちゃ人生の先輩とか登ってたよね。うん、だってさ、一人さ、杖ついてるおじいちゃんがさ、普通にさ、ひょひょ登っててさ、マジかよって思った。確かに杖ある方が危ないんだけどね。あの、あれよ、登山用のさ、ストックっていうのじゃなくて、杖だったもん。ああ、そうだった。ほんと杖だった。あ、じゃあ別の人だ、杖、ストックだった人。え、ストックの人もいた。ストックの人いた、いた。うん、ただまた別に、杖の人がいて、まあまあマジかみたいな。いや、もう本当に、多分、じゃきっとパ、その人はパワーがもらえて、若返って、登れてるんだよ。なるほどね、うん、はい、いかがだったでしょうか。はい、小選挙ね。うん、すごかったね。辛かった。あ、頑張ったね。よしよしよしということで、小選挙でした。はい、ぜひ行ってみてください。皆さんもよかったですよ。それではさようなら。さようなら。